こいこい始まりました。こいこい。こんばんは。こんばんは。あ、いやいや音が出ちゃう、音が出ちゃう。へへへへへ。こんばんは。この空間で何人かがインスタライブインスタが見てるからみんなこういう音がディレイで聞こえるこんばんは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 私こっちかあこっちリハ終わりでちょっと前髪が汗びしょびしょだった始まりましたよ始まりましたじゃあ歌うね誕生日だしうちらインスタライブ第2回目2回目バーありがとうございますありがとうございます今日みんな、ね、集まってくれてますねはい今日もお疲れ様ありがとうございますありがとうございます稽古終わってきました早起きしました頑張って今日早めの投資でしたねディ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 こんばんは来た来たこんばんは緑のサラちゃん緑のサラちゃん、緑のサラちゃん、緑のサラちゃん。こんばんは。皆様いかがお過ごしですか。あ、ジマさん、ジマさんもここに。あら、少しをしよう。パチ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 。お疲れ様です。もうすぐ100人だ。あ、すごい。97人も。みんなと友達になったら100人。100人の友達なんとか。なんだっけ友達100人できるから食べたいもん富士山の上でおにぎりをなんだっけ富士山の上でおにぎりって食べられるのかな確かに今ほらゴミとかさ全然関係ないけど申し訳ない懐かしきお稽古あとあいやあ100人いってるんでみんなありがとうございますレッスン着ですか私服です私服ですどうするんだこの空気をめちゃめちゃ私服ですあの稽古着は稽古着でちょっと汗びちょびちょになっちゃったんで着替えてきましたいやめちゃくちゃ汗をかいてますでも本番もめちゃくちゃ汗をかくので大変なことになると思うんですけどそうですねあのもうちょっとね今いい感じに体が盛り上がってます。ティン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 、私服も可愛い。ありがとうございます。そんなに踊るの？うん。あの踊るんですよ。実は。あ、皆さん見てくれました？ワイテフロアの。あ、そう稽古動画が、あの YouTube とか Twitter とか Twitter？X とかあとなんかあのインスタのリール動画にも上がってると思うんですけど皆さん見ましたか反応を待ってみよう YouTube に振るのあ、ゆもみダンス可愛いですねすごい伝わってるなんかミレナはすごいゆもみっぽくいいんですけどなんか私なんかそう板がもうバッキンバッキンのすごい動画見よう板に見えないすごい結構研究してましたそうちゃんとあの本番のやつを見てそうあのそう誰でしたっけそうあのプロデューサーのハコさんが実際にあの湯もみを過去に見てきた動画を見せてもらってあこれが本場の湯もみだっていうのをちょっと見て勉強してまさかねこんなところでねそうなんですよサラちゃんとちょっと照れくさそうだっただってそうですがあれ何回ん2回目かあれ3回目だなんかやっぱ撮るってなると緊張しちゃってなんか歌が歌いだしたあれみたいなあれ普段絶対間違いのに間違いないのになんであれみたいな隣のクラスまで沸かすっていうね部分歌おうとしたらまってまってまってよまってどこのまってそう
なったりしてました。2人とも可愛いの、ありがとうございます。草津温泉館出てる、おそうですね、合いの手入れればいいのねって、そうなんです、そうなんです、カッコでアッパレとかこうカッコであるところが合いの手になっているので、ぜひ皆さん一緒にアッパレってオッケーもありますしね、言っていただければ。なので皆さん見て練習してきてくださいね。あ、なんかあれか、いじられるサラちゃんもいいね、まっまっまそこ覚えなきゃ、覚えてきてくださいね。サラちゃんいつになくテンション高い？どう思う？高い？いつもエナジードリンク飲んだから。ああ、そう、もうみんなでエナジードリンクをガションガションで買うっていう、みんな。あっぱれ、特訓していく、最高です、ありがとうございます。お、あっぱれ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 、すごい、こんばん。あ、続報デレン社長お願いします、続報、続報ですですね、ワイテフロアのダンス動画に引き続きまして、ほぼ全曲、全曲か、うん、うん、ほぼ全曲、ほぼ全曲のダンスの、部分部分をちょっと切り取っていただいた、なんかダイジェスト映像のようなものがちょっとめでたくこの世に存在しましたのでね、いつかちょっといつか近いうちに、本番まで3日までですのでちょっと上がると思うので、そちらもご差し入れくださいダイジェストが上がるので見てくださいイエーイ、いやーもうすごい演目編集していただいて、ダイジェスト、ダイジェストいいですね。あ、これ曲聴いたことあるって、ちょっと耳なじみがあるとやっぱり皆さんやっぱりもう、ね、本番で見ても盛り上がれるかなっていうので、ぜひそちらも履修してきてくださいね。めでたく存在、あっぱれー、あ、いいですねめでたい、なんかあっぱれ、あっぱれ存在してたので予習するので、ありがとうございます。はーい、皆さん予習してきてくださいね。祝出産、そう、大事、生まれちゃうから出産ダイジェストテレ、サラちゃんが上がるので楽しみです、ありがとうございます、楽しみにしていてくださいね。あ、もうなん、もうね、今稽古終わりでエリア51の皆さんもいらっしゃいますので、ちょっと呼び込みたいと思います。ジーボさん、ジーボさん、しほちゃん、みゆちゃん、みゆちゃん、嬉しい、ちょっとだけでも、さあエリア51の皆さんです、ジンボさんです、演出とか音楽とかを担当してますジンボです、お邪魔します。髪色が変わりました、変わりました、前押しがないいや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 、ストーリーとかで上がってますね、ちょっと黒青になりましたジンボさんの髪色が、そしてそうです、ね、こんにちは、しほです、マリンバのしほちゃんですマリンバのしほちゃんです、いつもはメガネかけてたりします、ちょうど後ろにマリンバがあるんですけど、これを弾いているしほちゃんです、この大きさ、映像だと伝わらないんだろうな、映像こういうあ、映ってるジモさん、あの175ぐらいの、それより大きいです、5オクターブマリンバです、これ生で見てほしい、そうなんですよ、この流れで弾いちゃいますか、うん、あ、弾けるんですか、今からマリンバを少し弾いていただきたいと思います、みんなが知ってる曲弾きます、お、インスタライブで聞けちゃうなんて、皆さんいかがでしたか、マリンバ聞こえた
あ、すごい分かりやすい大きさなんですよ。魚って証明してあそこか。あ、キューピーってキューピーではない。キューピー、はい、キューピーもキューピーもできる。魚はキューピーはキューピーキューピーもできるみたいです。パチパチパチって、そう現場の空気感いいなって一瞬で伝わるね。そうなんですよ。そしてそしてそして、あ、すいません、あ、コーラスとボーカルでお邪魔します、みゆです。みゆさん、 ありがとうございます。エリア51のメンバー、本当は、メンバー全員で8人いるんですけど、バンドで参加してるのは4人っていう感じで、ベースのヒロトっていうやつがいるんですけど、今日はお休み。まだヒロトさんには会ってない。まだ会ってない。現場でなんか言っちゃう。見えるか全員後ろ。引きで。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。大変お世話になって。いやいや、本当にすごいリハーサル楽しくて。本当に楽しくやらせていただいて、皆さん本当に楽しみにしていただいて。全く問題ございません、うん、めちゃめちゃ楽しみのハードルを上げていただいていと思いますので、本当にでも楽しみ、本当に楽しんでいただけると思いますので頑張ります、頑張ります。なんかひろとくん見てるよ。えひろとくん初めまして。ここでお休みしていて申し訳ありません。おもろすぎんだ。早く会いたいです。夕焼けの暮らしまで別件があって、顔を合わせる、愛の黒沢です。ここで顔を合わせる。おもろすぎる。すごい皆さんがあの素敵な方々って、すごいお優しいコメントばっかり。優しい、お優しい。いや本当二人のね雰囲気、そうさすがお二人 のおかげでっていう感じ。お二人のファンは、ね、みんなお優しい。そりゃそうだ。しょうがないね。皆さんフレームアウトして控えめで、すいません。なんかね、舞台に関してなんか質問とかあったりしたら、全然今メンバーが揃ってると言っても過言ではないので、ね、ぜひぜひ質問を、ね、温かい現場ですね。温かい、ありがとうございます。うちのサラミネがお世話お世話になっております。お世話になっております。あ、お疲れ様です。ゲーム稽古場なので、ね、いろんな方が出入りします。ディッティキティッ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 ティ、あまり顔がうるさくなくなったですね。隠れてる神保さんが。ごめんなさい。いいのよ、全然気にしないで。上映時間はどのぐらい。約90分です。ですね、約90分ですね。お酒飲みながら鑑賞できますか。できます、できます。そしてあのその公演後にアフタートークがあります。なのでちょっとお話しする、いろいろちょっとお話しするタイミングがありますので、ちょっとそのタイミングであのおかわりとかもできるので、もちろんアルコールもあるし、ノンアルコールのアンドリンクもあるので、なんかね、なかなか飲みながらって、うん、感激とかってないと思うので、うん、ぜひこの機会にというか、そうなんそうなん、楽しんでいただきたいですね。思います。で、アフタートーク初出し、あ、アフタートークありますっていうのが初出しでした。すいません、初出しでした、申し訳ございません、もうてっきりあると思った。アフタートークやります。しかも全公演やります。楽しみ。なので全公演アフタートークがございますので、ね、ちょっとね、いろいろその、こう、その回の公演のお話だったりとかもしていきたいなと思います。あ、カンペが、あ、このメンツでユニット組んでツアーしようだって。そう、行きましょう。皆さんの力が必要です。どこ行きます。透明ハンじゃない、透明ハンでやっぱ温泉じゃないですか。あ、温泉、あ、賢い、素晴らしい、草津公園。なかなか聞かない。草津公園。行きづらそう。公園、草津公園。いい旅館、宿泊セット。いいですね。夢広がれますね。グッズとか作ったりしたら絶対楽しい。うん、そう、グッズも今回いろいろございますので、タオルだったり、T シャツだったり、
もちろんパンフレットとかあとブロマイドもで今回フラットで初めてアクスタもあったりしますのでぜひ連れてきてくださいね。ぜひ現場でゲットして、ね、ワイテフロアのダンス動画でこうねフロアが頑張っていって振り付けあったと思うんですけどぜひハンカチをグッズのハンカチでなんか売りつけてるみたいになってる自前でもいいんですけど自前のハンカチでも大丈夫です、ね、そう長いタオルじゃなくて今回ハンカチなのでそうこういい感じにこじんまりと触れ節もちろん大きくも触れますのでぜひぜひ後ろの方に迷惑にならないように盛り上がりましょうフラッグかと思ったフラッグもねそうですね忍ばせてすいません私ねジーボさんが見えない申し訳ございません申し訳ございません申し訳ございません、ね、人数が多くなっちゃいますよね失礼いたしました入ってもらわないと失礼いたしましたあ、そう、立ってればいいな標準とかに並んでみますやだよ、一番ちっちゃいもんちょうどあ、この辺にいるか、ね、あ、そうですね、ありがとうございます、はい、でんでんでんそうですね、人数が多いのですいません見える見えないがあってでハンカチやったハンカチでございますそうなんですそうです、ハンカチなんですハンドタオルって言いたいんですかね、うん、そうです結構オールマイティに使いやすいというか、はいうん、ね。相手フロアの愛の手バッチリっす楽しみだなサラちゃん見えないからサラちゃん入ってあそうだよねなんかそうだよねあなんか変な体勢になっちゃったあすいませんあそうなんかいやそうなんですなんかデザインあデザインねそうなんです私がデザインしたらしいですらしいでなんかいやなんかこういう感じがいいなと思ってペペペってこう書いたらそれがまさかの本当に採用されてしまったんですアイスがおかけくださいました2人でおかけしたらいいんじゃないですか2人で、うんうん、あ素敵あこの感じでチラチラもうちょい寄ってもいいああいいじゃん。来た。何人家族ですか。え？どこの？これ。これ？蛇口のは7人？4人だから6人家族です。とねスタッフさん含め。大家族です。ぬいぐるみのパンダと犬は重要なポイントですか。ああ、まあでも会場にもね、多分置くと思う。はい、会場にもいます、はい。これパンダとワンちゃんのなんかこうあるんですか、はい、こだわりみたいな。なんかどっちがパンダとかって。ああ、でも結構サラちゃんが犬で、わかります。ミナちゃんがパンダってイメージは。イメージですか。イメージ。はありますね。そうらしいです。え、ない？私も犬なんだよね。なんか私はほら、うん、桜学院で帰宅部やっててすごいパンダのイメージが帰宅部やってて帰宅部っていうユニットがあったんですよ。スリーピースっていうユニットがあってそこでパンダのキャラクターがモチーフだったので、うん、なんか衣装にもパンダがついてたりとか、そうなんです。それはパンダのスリッパで踊ってたんですよ。そうなんでちょっとパンダのイメージが多分皆さんも強いと思うんですけど、あらすごい。たまたまパンダでした。いいっすね、パンダとワンちゃんでした。そうなんです。そうだったパンダ犬連れて行っていいですか。どうなんだろういいですって言いたいけどどうなんだろうね。おぬいぐるみのマークであればここの辺にこうちょっとちょっと一緒に見るっていうのはぬいぐるみだったら大丈夫だと思います。あ、パンダと犬の名前はついてるの。内緒です。そう内緒なんですよね。会場で聞いてみてください。直接ファンだと思うように喋ります。嘘話しかけると、おお、フラット。DVD 化はありますか。どうなんですか。 DVD 化はないんですよ。でも配信がありますよ皆さん、ね、ちょっと東京にとかね、これないよってちょっとあー難しいっていう方はぜひ配信でも見ていただきたい。でもやっぱり現場で見た方がいい。これはそうです。で、大人の諸事情で
アンコールが配信だと載せられないっていう大人の諸事情で大人の諸事情がございまして、アンコールが見れないっていうちょっと配信だとちょっとだけあるので、ぜひ現場でアンコールまで残さず楽しんでいただきたい、切実にお願い申し上げます。なんか人望的にはこのやっぱマリンバを生で聴いてほしい。そうですね、いや本当にマリンバ、ぜひぜひ本当迫力すごいですよ。それこそいわゆるなもうほとんど生バンドので歌うので、うん、私たちが、うん、音圧すごいよね、うん、後ろからの、うん、逆にそれがパワーになって、うん、こうね、うん、パワーの私私みたいなのがこう相乗効果でできたらっていうお話を聞いたので、あそれだわと思って、生バンドの力強いです、うん、本当に。風ね、皆さんもう暑い日続いてますから体調にお気をつけて。そうですね、あのグレープフルーツムーンもちょっと歩ったりするので暑さ対策だったりしてぜひお越しくださいませ。劇場内、劇場内っていうかあれですかね、ライブハウス内は寒いですかね。もしかしたら肌寒かったりするかもしれないので、1枚羽織るものがあったりとか脱ぎ着がしやすい格好だったら多分一番いいんじゃないかなって思います、うん。すごいね、全然関係ないんだけど、さっきからすごい質問してくださってる人がいて、ミレナちゃんは一人っ子なのか家族の構成をねすごい気になってる方がいる。ミレナちゃんは一人っ子です。一人っ子です。はい、長女です。長女です。そう、あそうなんだ、そうですよね、一人っ子です。一人っ子です。両親と共に仲良くやってます。ペットはうちは飼っていないです。私はこれなんかペットいそうな、いそうですか、雰囲気が。ぬいぐるみと寝てます。あ、ぬいぐるみぬいぐるみと寝てます。ぬいぐらなんですか。ぬいぐらっていうか、やっぱりぬいぐるみと一緒に寝るのが習慣になってて。どんなぬいぐるみがいるんですか。今は豚のぬいぐるみです。ギュッていつもクッて寝てる。プレシャスカードでしたね、あのいわゆる激励札みたいなもの皆さん送っていただいてありがとうございます。ありがとうございます。でそのプレシャスカードから差し入れを皆さんで、あのハコさんプロデューサーのハコさんからこう皆さん買ってもらって、なんか美味しい差し入れありました。たい焼き。たい焼き美味しかった。たい焼き美味しかった。これでもかっていうぐらい中身が入ってる、とっても美味しいたい焼きでした。崎陽軒嬉しかったですね、うん。もう崎陽軒のシュウマイ大好きなので、サマフェスを思い出すよねっていう話を横浜な感じがしますよね。崎陽軒で気づいたらマリンバがない。マリンバがない。あそう、マリンバが今日あっという間にもうそろそろもう現場入りなので、そうなんです、そうなんです。ちょっとみんなマリンバ、あのマリンバすごいですよ。なんかこう分解されてこう運ばれるらしいですよ。すごい11個くらいになるんです。パーツになるらしいです。11個くらいだからこういろんなところに入っていける。タクシーに乗る。おお、すごい情報。いや 何に乗るって言うんですか。ボクシー。ボクシーに乗るらしいです。車種ですね。へえー、すごいですね。楽器って奥深いですね。え、今も奥深い。奥深いですよね。なんかあれがね、バラバラになるとは思わないもんね。確かに。あれサラちゃんマジックで消えたんですか。サラちゃんごめんなさい、トランプしかできません。サラちゃんマジック。おお、組み立て大変そう。でもなんか2人とかで組み立てやったりとかするらしいですよ。1人でもこう時間をかけてこう組み立て直したりとかこうバッつってやってるって見よう後で。このインスタライブアーカイブ残してね、頑張ります。あのなんか手違いで消えちゃうかもしれないですけど、でも頑張って残しますね。ジンボさん NG はないですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。ジンボさん、ジンボさん、ジンボさん、ないですね。さすが楽器重いよねっつって、そう、でも実際にちょっとマリンはそうです、もう弾かせてもらったりとかしてすごい楽しいです。私ここだけの話、はい、そうマリンバが来るよって言われてて、うんうん、マリンバってどんなだろうみたいな。木琴でまあ、ちょっと違うんだろうなみたいな、うんうん、でもマリンバみたいな、うん、なんか
そのマリンバって言葉的にこう丸いのかなみたいな、ちょっとでかい樽みたいな、丸いんば、そう、丸いんば、丸いんば、丸いんばだと思ってたから、あ、思ってたより楽器っぽいみたいな、結構四角いもんね、結構四角い、全然あの調べなかったんですよ、うん、なんか、でも分かる、見たいと思って、うんうんうん、あ、確かに楽器やみたいな、いや楽器ないよ楽器の中でもかなり楽器の部類だね、大きい楽器ですね、丸インバ ビブラフォンとは違うんですか、あ、そう、ビブラフォンはあの、はい、音が伸びるのです、あの音が伸びる、で上の鍵盤が金属なんです、鉄筋、鉄筋、鉄筋の足にペダルついてて、すごい、楽器の勉強にもなる、すごい、ありがとうございます、どんな曲が聴けるのか楽しみで仕方がない、もう本当楽しみにしてみてください、書き下ろしの曲がいっぱいです、たくさんです、あ、スクショタイム、スクショタイム皆さん必要ですか、でででで、あ、カリンバだったら分かる、あ、カリンバもね、あったけど、あ、またもうどっか行っちゃった、カリバも今回あれ使うらしいです、もうポン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 ってこういうなんか指で弾く、こうなんかオルゴールみたいな音しますよね、なんかポンポンポンって可愛い音が鳴るカリンバも、カリンバ、マリンバ今回登場します、カリンバ、マリンバ、ギター、ベースですね、楽器としては、そうですね、メインは、あとそうカリンバとか、サラリンバ、あとなんかちょっとしたあのそう手で持つ、手で鳴る、うん、振るやつ、そう振るやつだったりとか、クシャクシャクシャってなるやつだったり、いろいろ楽器登場しますので楽しみにしていてくださいね、スクショタイム必須ですね、必須ですよ、あ、ジムさんスクショタイムではけていただいて、こうやって入れながらあの入れなくてやってじゃまず2人で撮りますか、そうですね、ワンポーズ目、あ、スクショタイムです、スクショタイムです、スクショタイムです、私思い出したの、フラットマークがあったなと思って、これフラットどうだっけ、 B、 こうだっけ、あ、こうか、こうか、こうだ、 B、 B、 こっちか、多分反転してる、反転してる、反転してる、こっち、こっちか、フラット、うん、フラットのこう、こういう、こういうマークです、フラットさ、ジンボ先生、スリーショット、スリーショット、スリーショット、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫です、大丈夫です、手の斜めの感じをちょっと、さあスクショタイム終わるまで3、2、1、終了、はい、ということで、はい、ということで皆さんスクショ撮っていただいたやつとか、こう可愛く写ってるやつ、ぜひあのハッシュタグ B、 小文字の B に大文字でフラットって、あの私たちがこうつぶやいてるのもありますので、そこからだとか、あとハッシュタグじゃあうちなので、ぜひぜひあのインスタライブの感想、あのこれから本番に向けての楽しみにしてるよなどの応援コメントもぜひぜひ力になりますので、はい、ぜひとぜひとよろしくお願いいたします、見るなんてでしょ足足や今足足ません、一個の椅子に座ってます、フラットのトートバッグなんだかんだ、わ、ありがとうございます、今回トートバッグ売りますか、一応ちょっと在庫が残ってるのでフラット、私も愛用してるんですけど、フラットなトートバッグなど、ちょっとグッズがねいっぱいいっぱいあるので、多分それってもうあれですよ、情報って一覧で出てましたっけ、まだ出てないんですけど、こう多分そのうちこう一覧になっているものが出ると思いますので、皆さんそちらの方もぜひチェックしていただければなと、お願いします、お願いします、応援してるよ、ありがとうございます、海外のファンに向けて英語で一言お願いしますちょっと翻訳していいかThank you. Thank you. え、どうしよう、待って待って待って。Hello everyone. 楽しみにしててね。なんて言うんだろう。I'm here now. 誰か楽しみに、楽しみにしてるよ。フランスの人はいらっしゃるけど、英語はちょっと。フランス。どうしよう。フランス。ジマペールミレナ。ぜひ見てね。ぜひ見てね。ぜひ見てね。そうですね。
インスタだと確かに海外の方も見てくれてるので、うん、ぜひぜひたまにライブ配信やってください。また機会があればちょっとこれからバタバタバタと本番に頑張っていくので、ちょっともしかしたら、ね、うん、タイミングが合えばぜひぜひまたやりたいと思いますので、はい、あの情報をチェックしていただければなと思います、はい、ありがとうございます。あ、はい、Looking forward to seeing you。 あ、楽しみにしててね。 Looking forward to seeing you。 なんかマリンバ、あ、マリンバ分解された。あ、分解された。シュールすぎ。マリンバが分解された。この前の部分ですね。でここにこうなんか大使館とかの上柵みたいな。すごいですね。ありがとうございます。こうやって分解されます。これでグレープフルーツムーンにマリンバが行きます。あ、俺曲がるんだ。ちょっと見せられないけど俺曲がりました。さっきの長い棒がこう俺曲がりました。すごい。すいません、ごめんなさい皆さん。マリンバさんが分解しました。マリンバさんが人。いやでもなんか最初マリンバがこのスタジオに来てた時に、うん、やっぱり楽器ってすごい大事なものだから、あ、触っちゃいけないとか思ってたら、もう志保さんがもう可愛がってあげてって言って、うもうあの歌これやらせてくれたんですよ。いやもう本当嬉しかったよね。本当もうその後からもうめちゃくちゃ触りまくっちゃって、すいません。めちゃめちゃ、ね、ポロ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 やってます。本当にぜひぜひ組み立て動画。マリンバーってもうマリンバーって叫ばれてる。そうなんです、そうなんです。ぜひぜひ。志保さん優しい。志保さん推しがね、ぜひ、ね、誕生しました。もっともっとなんか私たちだけじゃなくこうフラットのこのカンパニーを愛していただけたらなと、うんうん、本当に思います。楽しいですね。体調に気をつけて配信ありがとう、ありがとうございます。こちらこそ見てくださってありがとうございます。マリンバに会いに行きます。よし、なかなかこんな近くで、あ、ちょうだい。なかなか見ること機会もないので、ぜひぜひ。それこそあのなんか今回舞台面が本当にいわゆるフラットっていうかゼロ高さがあるわけじゃないので、今までのフラットの現場みたいに本当にあの私たちのいわゆるアクティングエリアと皆様が座っている客席は同じ高さなのでね、目線が合っちゃったりしちゃうかな、恥ずかしい。さらちゃんちゃんと目合わせるんだよ。緊張しちゃって、やっぱ3秒以上目合っちゃうとさ好きになっちゃう。いやいや。あ、そう、何言ってんの。いや3秒以上目合っちゃうとそういう大事。緊張しちゃうから、恥ずかしい。2人とも楽器触ってみたくなる。いや楽器やってみたくなりますよね。うん、皆さん本当に楽器をね楽しそうに演奏されてるし、本当に素敵な音をね奏でていただいてるので、なんか、あ、自分にもできるかなとか思って、そう、ね、やりたくなっちゃいますよね。あ、締めてということで、ね、そろそろ終わりの時間になってまいりました。はい、じゃあなんか最後本番に向けて一言何か。そうですね、本番まであと3日というところで、さっきも先日出たワイテフロアの動画だったりとか、これからちょっとアップされる宣伝ダイジェスト映像とかを皆さん見ていただいて、ちょっと本番来られる方とか配信見られる方はちょっと気持ちをね温めてちょっといただけたらいいなと思います。引き続きね、またフラットの公式インスタとかに質問いただければ答える機会あると思うので、ぜひハコさんが答えてくれるかもしれない。ぜひぜひお願いいたします。私もですね、最後やっぱ本当に稽古楽しくて、もうみんなでこう、それこそそのこうもう神保さんがこうどういう感じでっていうかの、私たちにもすごい思いをどうやってやってるとかって聞いてくださって、こうみんなでこう作り上げていくっていう、この私が大好きなこの舞台とかこういうイベントでやるこう積み上げていくっていうのをみんなでやって、こういいものを作ろうっていうこの作業をみんなでやってますので、最後の最後までこう皆様に素敵な夏をお届けできるような、ホットな夏をお届けできるように、ともども頑張っていきます。ねえ、
もう仲悪いって思われるじゃん。ね、はい、仲いいですので皆さんあの楽しみにしていただければと思います。なのでまたあの、ぜひ本番来てくださる方、配信は20日の、お昼公演が配信になりますので、千秋楽の前の公演が配信になります。ぜひそちらの方もぜひぜひチェックよろしくお願いいたします。それでは待っててね、皆様本番でお会いしましょう。お待ちしております。まだまだチケットも間に合いますので、皆様ぜひお待ちしております。会いに来てね。バイバイ。51エリア51フラット。バイバーイ。